さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はウクレレソロ弾き方解説、曲は浜辺の歌、初心者の方でも入りやすいアレンジになっているかと思います。今回解説に使用しますウクレレはこちらです。オースティンの AC100 コンサートウクレレ、はい、見てください。すごく綺麗な木目が通ってますね。はい、ボディはハワイアンコア材です。はい、どうでしょうか。いい感じですよね。このウクレレを使って、デモ演奏をやってきてますので、そちらの映像からご覧ください。それではどうぞ。聴いていただきました浜辺の歌ですね。はい、この曲は3拍子になっております。1小節が 1,2,3 四分音符が3つということで3拍子ですね。はい、それでは手元のアップを見ていただきながら、運指はそこで確認していただいてですね、譜面も流れますので一緒に弾いていただければというところでスタートです。はい、一番最初、これアウフタクトと言いまして、ジャッキの曲、小節の一番最初のところから始まるんではなくて、ワン、ツー、スリーの三つ目の音、三拍目から始まります。これをアウフタクトというんですね。はい、一番最初、三弦の二フレット、人差し指で言ってください。はい、次の音は2本同時に弾きます。こうやって2本同時に弾いた場合は、ピッキングしたこちらですよ、この親指2本弾いて隣の弦に乗せて止めてください。こうやって止めることによってメロディーの音をはっきりとピッキングすることができます。はい、こうですね。はい、その後薬指で2弦3フレット、はい、ここで G のコードになるんですね。そのために先ほどから指こういう風に、1個ずつ作っていってた感じです。はい、今押さえてるのは全部外してください。はい、次2弦の開放だけ、こうやって1本だけ弾く場合は弦を空中に持ち上げてピッキングすればいいですからね。で、この同じ小節の中の3弦と4弦は3拍目の今2弦の開放を弾くまでずっと伸ばしといていただくと綺麗に音がつながります。はい、続きいきますよ。はい、同じ繰り返しになってます。この後、指1本で2本ともこの2弦3弦押さえてもいいんですが、人差し指と中指でこうやって押さえても OK です。はい、その次5フレット5フレット1弦2弦ビジを小指で弾いてます。で、また人差し指で3弦の2フレット、はい、で今のところまでを繰り返しです。はい、この後ちょっと変わっていきますよ。ここ薬指で押さえた方が次の音2本が弾きやすいかと思います。で、開放弾く、開放弾いた時1弦開放ですよ、弾いた時も3弦4弦の2フレットの音はずっと残しといていただくと、音がこれも綺麗につながりますね。コードが変わるまでずっとできる限り弾いた音は残しながら次の音を重ねていくというイメージで弾いてください。では次ですね。はい、ここはこういう風に人差し指と中指で押さえとくと次の音に行きやすくもあります。はい、で次ですね、この後はこの人差し指を3弦と2弦制覇してこうです。はい、で小指で言ってもいいんですが薬指の方がいいかな。はい、でこうですね。でその次がこう、
でこの後スッと親指ごと全部こっちへ連れて行ってあげてください。人差し指2フレットから5フレットに、こう移動させると、ガイド代わりにしてこう移動させるとですね、次の音が弾きやすいですよ。こうですね。はい。でこの次の小節なんですけども、1弦7フレット2弦解放3弦解放になります。ここの時に小指に取り替えていただくと、はい、次の音に行きやすいんですね。こうですね。はい、4弦から中指、人差し指、薬指で押さえるといいですよ。で解放、はい、この時もこの3本の音は残しときます。ここで指をスッと動かしてこうですね。はい、その次、今人差し指、これ、3弦の2フレットに置いてるんですけども、3弦と2弦を1本の指でこう押さえる、こうですね。はい、でこの指を立てる。でまた G ですね。これ頭の部分と同じです。こうですね。はい、はい、で一番最後ひし形で囲まれてるところは3フレットを押さえたまま15フレット、このウクレレではここなんですけど、15フレットの上で人工ハーモニクスという感じです。これ難しい方はもうこのままじゃらーんで終わっていただいても OK です。余裕のある方、人工ハーモニクスができる方は15フレットでと出していただくといいと思います。はい、ということで浜辺の歌、いかがだったでしょうか。わりかしこう音が長くつながっていくように弾くところがミソです。パパパパパパッと動かない代わりに音をしっかり、こうですね、音を切らないように弾くというふうな練習に使っていただくといいと思います。初心者の方でも割と比較的簡単に弾けるんじゃないかなというアレンジになってます。楽しんでください。ということで今回、解説に使用しましたウクレレ、こちらです。オースティンの AC100、はい、コンサートサイズのウクレレ、ハワイアンコアの合板です。このネックの裏にもすごくいい感じのトラメ出てますよね。はい、これも弾き込んでいただきますとすごくいい音になってきますので、ぜひ楽しみながらですね弾いていただければと思います。このウクレレの詳細、おまけもたくさんついてるんですけども、その辺価格などは、商品リンク動画下の概要欄のところに貼っておきますので、そのリンク先で確認ください。ということで今回の BJ のウクレレ講座、スポンサーはオースティンでお送りいたしました。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできないだから。